好き。 今日もしっかり筋トレしたんですか？いや、してません。なんで？有酸素。有酸素？いや、大体飲んでないんじゃない？聞いた時だもん、私。おー、飲んでいいの？飲まないやつダメでしょ。有酸素だよね。こう、筋トレとか、ダンベルとか持って服かけてる人だけではない。基本タンパク質がもう足りてないんだからさ、一日何にもしてない人でも脂質と糖質ばっかりじゃん。そうだよね、大体脂質だよね。なんか動くさいな。動くさい？なんで？どこが？ここはどこの？ だよね、確かに。歯石見える。あのひげすごいね、上のひげ。この人、このちょびひげすごい。あっ。作ってんだけど。いや、それってないよ。そんなに作ってんだけどな。いやいや、それってな、それってなんかかっこいいなと思ったら。ここでしょ。これ。 あれじゃない、傘じゃない？いやいやいや、上よ、上。多分下はそれで、上、この半分より上がそれってないんだよ。上、この上。ちょびひげやな。結論取れたかな？いや、じゃあ取れるとか取れないとかじゃ、それってないって言ってるの？いや、だから結論すれば隠れるじゃん、ある程度。 剃ってんでしょ。見て。全然ないじゃん。 どこ見てんの？だってさ、引くとこう黒くなってんのね。こう近づけると全然ないよ。産毛系統だよ。こう離れたらここ黒と思って。あんたね。そうだよ。いつも黒いよ。じっくりこう見たら別に見なかったけど。あれって引いたら黒かった。泥棒みたいなここね。傾斜とか変わるとさ、こう周りの傷とか多分気になるんだ。最初肩ばっかりだったら綺麗に乗りたいっていう意識されたらさ、それだとさ一生さずっとこう見てさ、意識しないとダメだからさ疲れるじゃん、うん、ねえホイールねえ高いホイール買ってねピカピカしてる時はいいけど、やばいなんか飛び石で傷ついたりやっちまったとかなるじゃん。それと一緒でさ、相手好きな人とかその異性見るときさじっくり見て、ああいやここにほくろあるわとかさ、そういうの気にしてたらもう切れねえよ。じゃあだからあなたのこともあそこああだなこうだなとかって言っても、うん、疲れるというか、うん、しょうもないからやめたって、うん、うん、じゃあはい今日ひねひね別にいいんじゃないと思う。それはうんしみこ